今回の地震は私たちに多くのことを学ぶチャンスを与えてくれたと思ってます。決して悲観するだけではなくて、自然とか人々と共に生きること。何が最も大切なことをきちんと学んで生きることを考え直すいいチャンスだと思ってます。